こんにちは、カノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、このオリジナルの手ぬぐい、ねまあ、できるだけね、安く作りたいっていうお話なんです。まあね、私もそうですけども、やっぱそれはね、できるだけ安く作りたいっていうのはね、気持ちですよね。ところがですね、まあ一般的な手ぬぐいっていうのはいつもお伝えしているように染めですね、まあ、本染めって言われるものとプリントって言われるもの、この大きく分けて2つあるわけなんです。で、今これお見せしているのがこれはまあ本染めなんですけども、裏表ね、まあ、色が通っているもの、ねまあ、こういったものっていうのは、まあ、同じ枚数作ってやるにすると、ね、どっちがどうやってことになると必ずやっぱり本染めの方が高くなるっていうところがありますね。それで、まあ、その中でも安くできる方法、まあ、本染めではなくですね、安くできる方法ってないかなっていうところになると、やっぱりプリントになると思うんです。で、安く、これが安くできますよっていう形でお見せしたいんですけどもね、こんな安物なんですっていうふうに言う、ね、そんな感じに見えますので、ね、見せていいよって言われてる方にも失礼なんで、ちょっとそれはお見せできませんけども、まあ、一般的に、顔料のプリントって言われるのがやっぱり安くできる方法です。で、生地がですね、白い生地がこうありましたら、まあ、天地左右ですね、何センチかの空きを作ってその中にプリントをすると、まあ、それも白場の多いプリントをするというパターンでするとやっぱり一番安くできると思います。まあね、数もですね、100枚以上あればですね、何でも間違いなくできるんで、まあ、その方法が一番安くできる方法なんですが、まあ、同じようなデザインで、今言ったように天地左右ちょっと隙間を空けた中でデザインをする中でですね、まあ、今顔料でお伝えしましたけども、同じようなデザインで染料プリントっていう方法も実はあります。できますね。ただですね、染料プリントの方が、まあ、手触りが良くって吸水性もいいんですが、その分やっぱ高くなります、ね、ですからちょっと安くっていう話ではなくなるんですね。で、まあ、順番で言うと一番高いのが、まあ、同じ枚数作って同じデザインでできるデザインですよ、やった場合、本染めがあって染料プリントがあって、顔料プリントっていう形になりますので、まあ、どうしても安くやりたいっていう場合は顔料プリントっていう方法をお勧めします。で、やっぱり全面に色をつけたりするとやっぱりその顔料プリントでも高くなりますので、まあ、白場の多い天地左右3センチから5センチの白場を取ったデザインで、それもですね、白場の多いプリントっていう、ね、これがやっぱり一番できる、安くできる方法になりますので、まあ、このあたりはね、本当デザイン次第になりますよね。ですからね、デザイナーさんの腕次第になりますので、かっこいい手ぬぐい作ってみてください。よろしくお願いいたします。